ご乗車ありがとうございます。トリップステーション七十六点一番線、まもなく発車いたします。 時刻は三時を回りました今日も国道三3 0沿いパークアベニュー入り口 FM 小座のスタジオから生放送でお届けします木名お織のトリップステーションのお時間でございますで、この番組は小座の街をはじめとしまして、えー、沖縄の観光地などの旬な情報や穴場などあんな角度 こんな角度でお届けする旅番組となっておりますでこの番組が旅の情報発着点となりますようにという思いを込めまして番組名もトリップステーションと名付けましたサンジジャーのお供に旅のお話はいかがでしょうかメッセージは761アットマーク fm コザ .jp です761アットマーク fmkoza.jp ですファクシミリは 098-934-8653-934- ハロー小座までお願いしますまた FM 小座ではユーストリームとツイキャスにて映像と音声も配信しております番組や <laughs> FM 小座のホームページからアクセスしてみることができますのでこちらでもどうぞご覧くださいさてさてですね お天気さっきまでワイルドに降ってた雨ですがその雨も上がりまして天気予報って当たるね、うん、今朝も本当に日差しも差し込んで快晴も青空だったんでお洗濯物ね洗濯物干して今日大丈夫じゃない天気予報外れるんじゃないと思ったら本当に12時ごろからどんよりとしてきてねダーってワイルドでね 激しくね、降りましたけれども、私今う、昨日からですね、埼玉県からお友達が来てまして、今日青の洞窟に行くって言ってたんですよ。 その時刻が12時ぐらいって言ってたんで大丈夫かなってまだ連絡は取ってないんだけど行けたかな、ちゃんとってね心配なんですけれどね昨日会った時に大丈夫は明日晴れるよって言ってたのにこんなに降るかみたいなね <laughs> 感じではいでも、その雨も上がってまだ曇り空ではありますけれどもね日差しも差し込んできてますので回復に向かうんじゃないかなと思います。でそのお天気も先週末はタリムさん ね、台風18号のタリムささんに翻弄されましたうちはですね、えー、9月17日に運動会うちの息子のですね運動会があったのでどうするもう弁当作るべき大丈夫どんなもうこのギリギリまでの感じでねもうどうしたらいいのかなって迷いながらの朝4時に起きてお弁当を作ってで壊れたテントを直しに朝早く行って。 でふーっと落ち着いてで結局はもう最後まで滞りなくあのできたのでよかったなと思ってそのもう疲れがきてね全島エイサー祭りに行くことはできなかったんですけど <laughs> FM コザのスタッフの、ね、皆さんはもう結構大変だったと思いますが一番準備が大変だったんじゃないですかねあの特番もありましたのでねでまたあの後日新聞だとか行ってきた方々のお話を聞 聞いた時にね、すっごい盛り上がったよっていう話で、なんかあの新聞で見たら何万人？二万？あ違う、二十三二万って <laughs> 3。三日三日間の、道ち十年から数えての三日間の延べ二十三万五千人で盛り上がったっていうふうに今朝のね新聞にも紹介されてました。で、全島映さん祭りは今年はちょっとね行けなかったんですけれど、あの翌日 月曜日18日も休みよね18日の月曜日は朝7時に集合して息子を連れてね全島さん祭りの後の掃除清掃活動に参加してきたんですよ初めて私参加したんですけれどもなんかね面白い面白いって言ったら変だけど変なゴミがいっぱい落ちてたよもう,もう放送できるかなどうかなっていう感じもあるけど面白かったのがなんかトウモロコシがあるさ1本。 あれ全部食べてからこの残ったトウモロコシを木に刺してるわけええー、でしょとかこれ片付けようとする前に一応シャメだけ取ってから、うん、こんな人もいるんだよみたいな感じでね話題の一つにも加えましたけどもういろんなゴミがえこんなの捨てるっていうのもありましたねうんとても学びになりましてうちの息子はもうドン引きしながらなんでこんなの捨てるわけってドン引きしながらねあの ちょうど4年生が社会科の授業でこのゴミ問題についてちょうど勉強中だったらしくてあのいい学びになったらしいです、はい、そんなね月曜日でまた今週もねあの天気は、まあ、台風は大丈夫そうなのでね など楽しむことがね楽しいイベントを楽しむっておかしいねいいケースしてるねでイベントもたくさんありますので番組の後半でも紹介したいなと思っていますそしてなんか今日はお彼岸彼岸の入りだそうですね今日20日20日よねうん秋の彼岸入りでこの時期泣き人村の泣き人ザマミファームというところがあるんですがそこでクアンソウってご存知ですかね うち,のうちの皆さんは知ってますよねクアンソウってあのオレンジ色のパッと見ユリに似てるようなお花なんですけどそのクアンソウが鮮やかなオレンジ色の花を咲かせてで収穫作業従業員の皆さんが収穫作業に汗を流しているそうですよ。で花は五分咲き今のところで10月中頃がまでが見頃だそうですよ。で見てきれいだし摘んで楽しいし。 そして食べておいしいで体にもいいというクワンソウ東京からミッキーさんツイキャスメッセージありがとうございますクワンソウって書いてるんですけどそうクワンソウって名前です初めて聞きましたかね、うん、もし機会があればあの食べてみてくださいね天ぷらとかでも食べられるそうですよ天ぷらでね食べてみてくださいね、えー、その、えー、彼岸入りということとそして、えー もう,いもうちょっとっと喋ていいで今朝の、ね、ニュースでなんか、ねまあ、いいやこれメッセージテーマにしたいなと思ったんですけどうん今日のメッセージテーマはびっくりしたこと。<laughs> いつも、まあ、フリーな感じなんですけどね。もちろん旅の情報,あの情報だとかあと土産話も,もちろん募集はしてますけれども今日のメッセージテーマの1つにびっくりしたことを加えたいなと思って。 きっかけが今朝のニュースニュースであの肉牛牛肉牛日本一を決めるっていうこの場面に密着してるっていうシーンがあったんですよニュースでねあって。で鹿児島県が総合で優勝してるんですけど九州勢すごいあのなんだろうレベルが高くて宮崎牛そして 鹿児島のねこの争いな感じだったんですけどこの宮崎で育ててる牛の名前が沙織ちゃんだったんですよ。<laughs> えちゃんって言ってで沙織ちゃんがさあの宮崎県で育ててる牛なんですけどその沙織ちゃんはシャンプーをね1本41本いくらだったかな4000円するシャンプーを使ってるってから待ってよって。 沖縄県のきなのさおりちゃんは、あの、ね、1>, <laughs> 1本390円ぐらいのシャンプー使ってるのに、牛のさおりちゃん4000円の使ってると思ってね、ちょっとこれびっくりしたので、今日のテーマにして、メッセージテーマ強引ですかね。で、えー、今日のラインナップとしましては、この後、えー、観光ニュース、そしてメッセージテーマはびっくりしたこと、で、トリップテーマは、つけんま 先日行ってきた津堅島の土産話と、そして津堅島あの今月いっぱいが特に楽しめるんじゃないかなと思うので、まあ、10月入ってもねいいんですけれども、その津堅島について紹介していきたいと思います。そして、番組の後半は週末情報をお届けします。最後までどうぞお付き合いください。きなさおりのトリップステーション、この番組はアジアンダイニングアダニーの提供でお送りします。では1曲目。 九年ぶりの来日だそうですよ。皆さん、えー、日本、日本武道館でライブが行われるそうです。デュランデュランでワイルドボーイズ。 きなさおりのトリップステーション、FM エムのスタジオから生放送でお届けしております。で、今日の、えっ、ー、と、トリップテーマはつけんじま。この後、つけんじまのスポットを紹介していきたいと思います。そしてですね、メッセージテーマは。確かびっくりしたことっていうのをテーマにしたつもりなんですけれども。なぜか、あの、三百九十円のシャンプーのお話で盛り上がっているツイキャスの皆さんと。はい、あの、さっきね、牛の。 宮崎県の牛のさおりちゃん,牛のさおりちゃんは1本4,000円のシャンプーを使っててで沖縄県のキナのさおりちゃんは390円の使ってますっていう話をしたら「どんなどにんよーみたいな話になってで、まあ、これとこれとこれとっていう話をしてたら「ティモテ」とかね懐かしい名前が出てきたんだよね。でチャンリンシャンとかね。 でミッキーさんもあの薬師丸ひろ子の真似をする山田邦子ってわかる <laughs> でも名句わからんかも生まれてないかもしれんねあれでしょ何曜日かは忘れたけど夜9時ぐらいにやってたあのバラエティ番組よね山田邦子あとマラソンする、えー、名前が思い出せないさ面白かったよねモノマネばっかりしてた山田邦子さんがねうんはいそんなシャ,シャンプーの話になってますね <laughs> <laughs> そしてですね先ほどあの彼岸の入りで泣き人ではクアンソウが咲いてますって話をしましたら野の中の「銀の蛍さんありがとうございますクアンソウ」秋の忘れ草という意味があるそうですねそして「また」の名を「眠り草」はいというそうですよ。うん 食べても美味しいそうですが私まだ食べたことがなくてでも野の中の銀のほたるさん食べたことありそうな気がしますいろんなことね見分を広げてこうたくさんいろんなことを知ってそうな気がします私のイメージですけれどもねでそのクワソウワメが秋の忘れ草ユリカ、だからやっぱりユリに似てるんだねの植物でございますよではですねまず、えー、観光ニュース まずはです、ね、9月22日、あさって、あした、あさってですね、えー、9月22日は、ですねシークワーサーの日制定へという話題ですよで。県や JA 沖縄、関連企業で構成する県シークワーサー消費推進協議会は、このほど、 県産シークワーサーの消費拡大を目的に毎年9月22日をシークワーサーの日に制定することを決めましたで22日あさってはですね、えー、那覇市お,ろおもろ町おもろ町の三栄那覇メインプレイスで制定セレモニーを開くそうですで改良が進む以前今の品種改良いろいろされて えー、いますけれどもその前の昔のね飼育朝というのはあの種子から身をつけるまでに9年かかるんですよ9年かかるので9年母9年母と書いて国部って呼ばれてましたうん 国部9年かかるからってことで,でその国部と呼ばれますで青切りシーカーサーが旬の時期を迎えることもあり語呂合わせで同日に決まりましたこの9月22日に決まりましたそして今年の4月の末にはですね、えー、沖縄シーカーサーが特許庁から地域団体,商域団体の商標に登録されたことも合わせ同協議会はさらにブランド力を向上させたい考えです。 はい、で22日のセレモニーは午前10時から始まりまして、えー、主要産地である大ミソ村、もう名なの隣ね、もうさらに来たね。でオーギミソンの 宮城村長の宣言ですとかそしてシーカーサー関連の商品の即売会が開かれますこちらは那覇市おもろ町の三栄那覇メインプレイスにて午前10時から始まりますよはいそうですミッキーさん九年母国部当たってますよ文字はい、あの泣き神城に行くとあの泣き神のねずっと上の方に行くとこの花火が刻まれていて泣き神のしくしむなりの国部 シ,キマシケマウトダルがぬちゃいはちゃい」っていう風な歌が書かれてるんですけどそこにもこの「国ブってみかんのことが書かれててあの「種子から実をつけるまでに9年かかるから国ブです」っていう風にみかんの名前がついてるんだけどこの「亡き神城」落城した時の王様ハン・アンチという王様はですね結構高齢になってからもう70代ぐらいだったかなでその頃になってから四次が生まれたんですよ。 でそ世継ぎだけはどうにかお城は落城しそうもう、自分も危ない命が危ないっていう中にあのどうしてもこの世継ぎだけは生かしていきたいということでシケマウトゥダルという女性に背負わせて脱出させてそのまま生き延びてるっていうお話があるんですけどで忘れた頃にワシリンゴアのことさ忘れた頃にお子さんが誕生子供が生まれたっていう歌詞がね歌詞歌がその泣き尋常にも。 刻ままれていててていいいそこに国っっう文字も残っています、はい、ちょっと話がね <laughs> ちょっと泣き陣の話になっちゃったんですけどこのシーカーサーの日9月22日ぜひ覚えてくださいねそして沖縄お越しの際にはねツイキャスの皆さんもぜひシーカーサー食べてみてくださいねまだの方はねそしてですね今度は南の話題ですよあ南まあうんそうね糸満市 糸満市の西崎小学校の5年生五年生の児童約100人が離島体験交流促進事業というのがあるんですがそれで6日から2泊3日の日程で伊勢名村を訪れましたで事業この事業はです、ね、県が主催していて伊勢名島の観光協会が受け入れる形で行われました で児童たちは数人のグループに分かれて村内の家庭に民泊もう最近、ね、修学旅行ではもう結構前から民泊はあるんですけど地元の子どもたちっていうのはまだまだこれからっていう感じでしょうかね。うん、で民泊をして新食を共にしながら離島の暮らしを体験しました。で全員でですねあまずはあの畑のお手伝いをやったりヤギの餌やり潮干狩りで その他には全員でサバニをこいで無人島に渡ったりとかで民,民家の、ね、お手伝いや島の名所を回ったりというふうに楽しいんだそうですよ。でこの県内の子どもたちにもどん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 こういった取り組みがね広がっていくんじゃないでしょうかね。民泊の話題ででししたた以上観光ニュースでした ここで1曲お届けします月明詩で夏の思い出 きなさおりのトリップステーション FM ゴダのスタジオから生放送でお届けしております、えー、お届けしましたのは決めんで夏の思い出もうね夏の終わりな感じがするさ特にあの台風が去ってからその日の夜とその翌日昨日の夜も結構涼しく感じたのであなんか夏の夜とちょっと違うなという秋を感じたこの 日日間三日間ぐらいの夜ねこれからまた夏に戻りそうな気配もあるけれどもね夏の終わりなのでこの曲をチョイスしたんですがトリップテーマが「つけんまキャロットアイランドつけんまなのでえそこは人参娘じゃないいっていう意見も、ね、ありましたねそして野の中の銀の蛍さんがなぎら健一さんの「一本でも人参っていう曲もあるってよえー、どんな曲だろう ええー、なぎら健一さん面白いから面白そうな面白い歌だはずね。一本でも人参ってどんな曲かな <laughs> あるかね。うん。はい、そして大塚健二さんありがとうございます。こんにちは埼玉は27度曇りです。長い3時休みしてますってはいお時間ありましたら最後までお付きくださいね。 私のあの埼玉県からのお友達三郷から来たお友達が昨日から沖縄入りしててさっきね大雨にきっと降られながらの青の洞窟を楽しんだんじゃないかなと思いますが「涼しくなってます」って言ってたのでやっぱりそうなんだね「沖縄暑いですね」って「えこれでもちょっと涼しくなったけどな」とか言いながらねうんそしてそしてあそう大塚賢治さん としちゃんのね。人参娘もあったかと思います。で、そうそう、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 という感じでね。はい。で、お届けしましたのは、ケツしでした。はい、ではですね、トリップテーマとなってます。キャロットアイランド、つけんじまです、つけんじま。私は初めて行きました。えっ、ー、と、九日の日にですね、うん。観光協会青年部の皆さんと行ってきたんですけれども、私は息子も連れてね、行ってきたんですが。えー この津賢島はですね、まず沖縄自体には160ぐらいの小さな島々がありましてその一つがこの津ん島なんですけれども人口はおよそ500人、うん、人口およそ500人なんだって、うん、そしてですねかつれん半島の南東4キロの位置に浮かぶ小さな島で日帰りで楽しめる身近な離島です。 別名キャロットアイランドと呼ばれその名の通り人参畑が本当にたくさんありましたただ収穫の時期が終わってたのでねこの収穫の後のこの畑の様子しか見ることができなかったんですけれどもでその人参畑がたくさんありますで人参と同じくですね有名なのが青く澄み切った美しいビーチです1 k ロぐらいあるんじゃないですかね島の西側に位置する い浜、マイハ浜というところがあってそこがツケンビーチと呼ばれてるんですけどねで1キロほど続く砂浜がとても特徴でね綺麗なビーチですよで海水浴だったりシュノーケルのほかでさまざまなマリンアクティビティを楽しむことができますで沖縄本島からは、えー、同じくねうるま市、えー、同じくうるま市にあるヘシキア港 港がありますね。でそこから高速線、またはフェリーでアクセスできます。で高速線は一日二本出てます。そして、フェリーは三本で。片道三十分から一時間ではアクセスできますよ。渡ることができます。で料金なんですけれども、あの高速線だったらですね。大人料金が往復で千五百十円、往復でね、千五百十円で。お子さん、子供が七百七十円です。 で、フェリーはさらにちょっと安くなりますね。うん、で島にはですね、この津堅島渡った先にはあのレンタカーショップがないので車でドライブしたいなという方は車も積んで多分これはフェリーになると思いますけれども車を積んで車ごとね渡るっていうのもいいかもしれないですねドライブもいいと思いますがあの私だったらでもサイクリングがしたいかなちっちゃい道もあるかもしれないのでね。で、 自分自身のね。自転車があればそれを持って行きたいなと思いますがで、ちなみにですね。この港からビーチまで港着きました。ビーチまで歩いて20分です。私は？歩きたくないで <laughs>、ね、20分ってね。どうしよう？この日のコンディションによるよね。暑さとかねで歩いて20分でおすすめはレンタル自転車ですよ。1日500円で借りることができます。 港で貸し出しを行っているそうなのでそこで借りて一日中サイクリングしながらビーチ行ったり観光スポットを巡るっていうのもいいんじゃないかなと思いますよ。そしてですね、えー、スポットもいくつかありまして、えー、紹介しますとまず「ホートゥガ」「ホートガーホートガーですね「ホートゥ」っていうのは「ハト」「平和の象徴のハト」ですね「ハト」のことで「でガ」「ガ」とか「カ」って沖縄では「 言いますけれども湧き水井戸とかもカーって言ったりしますがで湧き水のことですねで昔津賢島が日出り続きだった時にですね、えー、ある日鳩がこの場所でいつも羽を濡らしていたのを島の人が見つけたそうなんですねでなんで濡れてるんだろうこんな日出りなのにって思ってて不思議に思った島の人がその場所を掘ってみると水が湧き出たそうです うんっていうお話があってですね長い間津堅島の水源地となった場所ですね今は使われてないそうなんですけれども昔はここ,ここから水を汲んで島の人たちの生活に役立てていたそうですよそしてここにはですねご神体が祀られていて子孫繁栄の神としても崇められています、はい、ねもう今インターネットでねこうなんだろうパワースポット巡り チェックしてね足を運ぶ方も増えてきたようなのでもしかすると津堅島にもねこうやってパワー,ースポット巡りっていうことで足を運ぶ人増えるんじゃないかなと思いますそしてにんじん展望台もう本当に人参人参でした <laughs> 展望台そのものもうそれ自体が全部人参でしたね一本の大きい人参が地面にガンって刺さってる感じに見えましたけど でその島を代表するスポットの一つですで。ビーチからも歩いて10分ぐらい、私は歩いて行きました。10分ぐらいかかりました。片道ね。で、あの島全体とあと沖縄本島の東側の海岸線が一望できます。南城市からずっとこのユナバルとか西原とか中グスク沖縄市合わせのあたりね。そしてウルマ市活蓮半島で金湾な金名古名古あたりまで見れた。 見れましたすっごいパノラマでしたねであっちで肩振りしてるさとかあこっちは晴れてるねっていうのもはっきりくっきり見ることができましたよで、えー、この展望台の頂上上がるまでにいくつかベンチがあるんですけどそのベンチも全部人参でした人参のベンチだったんですよそれ多分島中あちこち回ってみると私全部回れなかったんですけどあの各所にそうやってこうベンチは人参で 人参の形をしたベンチが置かれてるので、ああさすがキャロットアイランドだねっていうそういった作りになってましたよ。そしてあそう歩きながら行ったので、その歩いてる途中にあのマンホールのこう蓋一部すごいマニアもいるよね。私あのインスタとかでマンホールの蓋の写真を投稿するとすんごいなんか。 いろんな人が知らない人がなんかハートマークにポンって「いいねボタン」っていうのを押すんですけどやっぱ好きな人いっぱいいるね結構この地域によってデザイン違うじゃないですか小田のマンホールの蓋も可愛いんですけど人参の絵が描かれててねああここも人参なんだなって本当にキャロットアイランドつけんじまを感じることができましたよ。うん、そしてですねあの島の、あのー 中心、あこれはどの辺って言ったらいいのかな、高い位置にあるのかな、あ違いますねあの、ビーチのすぐそばの方に中野喜っていうのがあって、で琉球国由来記という、あの、うんなん、ていうの、書物があるんですけど、それにはですね、中野、中野ね滝、滝、神明、神の名前がですね、石塚佐の御い っていうう名前ががあるそうなんですが現在の現在は中野うたきて呼ばれて真ん中の中ね中野うたきと呼ばれてるんですが島には津堅島自体に4つのうたきがあってその中の1つなんですけれどもビーチがあってすぐそばにこのうたきがあってでそこにはですねこのうたき内には「車橋」「車橋」「車場」ってあの汽車場地名の汽車場ね。 キシャバの子供の子と書いて「キシャバシー」って読むんですけどそその方の方お墓があるそうなんですよじゃあこの人は誰っていう話なんですけどうるま市が発行しているパンフレットだとか現地の説明書きによりますとこのキシャバシーっていうのは13世紀中頃に実在したキシャバ公キシャバ公公っていう字ねキシャバ公っていう方が泣き人あたりにいたという話があるんですけどその キシャバ公の子孫でキシャバシっていうそうなんですがでその方自体はキシャバシーはねあの中城のキシャバの出身の方らしいんですがその人があの妹のマシラヨさんマシラヨという名前ね妹と一緒に津堅島に渡ってでその津堅島でこの人々こう村を作って人々に日常生活の指導を行ったり。 豊かな村づくりに貢献した人物実在してましたっていうふうにちゃんと文献で残ってるそうなんですがでその人のお墓があるっていうことでやっぱり島の発展にも役立った本当に重要な方だということでもう宅になっているそうですよ、はい、で私は先日9日の日に行ってきたんですがほとんどもうこの展望台以外はもうずっとビーチに入り浸りの状態でした。で私があの 行ったのはツアーの申し込みでツアーをちゃんと申し込んで行ったんですねで。フリープランでも十分楽しめるかと思うんですが私はあの沖縄グランメールリゾートのつけん島ツアーというのが今月いっぱい開催中であのそのプランに申し込んで行きました。送迎もついいてててますあのグランメールリゾートからバス出してっていう感じで,で送迎付きので船代も付いてそのまま。でお肉の食べ放題。 で、従業員の皆さんが全部作って、片付けも全部その方々がやってくださるので、私たちは食べるだけ、ひたすらこう、食べ放題を楽しむだけっていう、そういうプランがあって。で、あのマリンスポーツも楽しみましたね。サップも初めてやりました。あれがかん、あんなに楽しいもんかと。うん、感動しましたね。またやってみたいです。で、こちらのツアー自体は、 えー、グランメールのツアー自体は今月いっぱいの限定ツアーになるそうなんですがなのでねお問い合わせはグランメールリゾート沖縄グランメールリゾートまで,でホームページにもちゃんと紹介されてるのでチェックをしてみてくださいねでツアーに申し込まずにフリーでもう自身ご自身のね車あるいは自転車を持って島に渡ってあるいはあのレンタルがあるので自転車を借りてっていう。 感じでねこうフリープランで島中を巡ってみるっていうのもいいと思いますよ。うん、ビーチに行けばちゃんとアクティビティもちゃんとあの別料金でこう個人でね生産もできるタイプがありますのでね是非一度はお出かけになってみていただきたいと思います。ではでは「津堅島」紹介させていただきましたがその津堅島に関する、えー、メッセージですかね。 うん。あ、野の中の銀のホタルさん、ツイキャスからありがとうございます。つけん島に渡る船、フェリークガニは、ただいまドック入り。あ、<laughs> 車検中ね。ただいまドック入り。で、9月21日までの予定。期間中は高速艇くがに3にて対応中とのことです。って、もうこれもとてもホットな情報。ありがとうございます。 はいえーうん、ミッキーさんもマンホールの蓋は気になるね、小田のエイボもかわいいよね、喋っべり取りました、ちなみに広島のマンホールはカープボーヤですよって、えー、私、カープッグッズがめちゃめちゃ好きで、あこれはもう来年広島行こう、あのスタジアム見に行こう、<laughs> 試合も見に行きながら野球も好きなんで、はありがとうございます。たくさんのメッセージ えーまた CM の後お届けしたいと思います。ではここで一曲お届けします。ミスターチルドレンで君がいた夏。 きなさおりの、きなさおりのトリップステーション。はい。もう、まもなくエンディングのお時間となります。えー、メッセージ届いております。お久しぶりのムーネーさんから。えさおりねねーごぶさたムーネー先生ざスって、あの、キャラの落としどころ、ちょっと迷ってない <laughs> で那覇からつけんにサバニを出しても、一日ではつけん。 <laughs> お攻めるね <laughs> 今日はバスの日バスあるあるマニュアル車の生産が少なくなった一部では話題になりましたが不装不装っていうあのメーカーさんね不装はギア車の観光バスを製造しなくなったそうなんだうちオートマのバスがないまだ来てないな全部ギアですね私的には バスはギア車が好きですってムーデーさんね。県外で車を持たない私は、うん、バスか、えー、電車移動もし羽田に着いたら京急リムジンバスで移動と決めてます。リムジンバスとか活用するのいいよね。で沙織さん最近のバスはおしゃれになりましたね床がフローリング調のもあって床ま,ま床まで見てしまいますでそう最近はフローリングなのよバス落ち着いた。 感じがねありますね。はい、そしてあキングカズさん今とメッセージありがとうございます。こんにちはきなさん。いつも楽しく聞いています。今日のテーマはつけんじま。 私は行ったことがないので、私の中では近くて遠い島です。<laughs> どっかで聞いたフレーズだな。<laughs> 機会があればぜひ行ってみたいと思います。本島と津堅島を結ぶ橋を作るという話を聞いたことがありますが、あれは単なる噂話でしょうか。何か情報があればよろしくお願いします。それでは体に気をつけてお仕事頑張ってくださいね。と、メッセージありがとうございます。橋かけるんどっからかけるのかね。あの、なんだった もうね、忘れっぽくなって、お年頃さ。そうね、カツ半島のどこかからかけようとしてるのかな。結構距離があるんですけどね。どうなんでしょうこの情報知ってる方、ぜひ教えてください。そして、ユウさん、お久しぶりのユウさん。ツイキャスから。グランメールのランチへ行ったら、広島カープ優勝おめでとうセールをやってまして、やっていて、ランチバイキング1000円ってよ。ラッキーって、9月いっぱい開催してるそうですよ。で、回したいかんといけん、これ。 9月いっぱいってもうすぐさ、ゆうさん、ありがとうございます、全然知らなかったですね、いいないいな、そしてあのグランメールのロビーのテレビで、つけん島の映像が流れていて、そう、ロビーで映像を流してるんですよ、で綺麗ですよねで、その一緒にいたゆうさんのね、旦那さんが、えー、つけん島ってどこって聞いていた、ラジオをつけてびっくり、テーマがつけん島なんてって、もうすごいタイミングですね。 しっかり聞いてますって、ありがとうございます。へそう、グラメールで出てるツアーに私は申し込んでいきましたけどね。楽しかったですよ。ぜひ行ってみてくださいね。はい、そしてミッキーさん、東京から。えーカコザでカープ、カープの優勝セール。 週末、ミュージックタウンの交差点にマジックナンバーのカウントダウンがあり、<laughs> びっくりしました。そうそうそう、マジック1とかね四とかって出してたんだよね。うーん、よかったですお。なんか、たくさんメッセージが来てますね。また時間大丈夫かな。はい。そして、えー、おおなんか久しぶりの恋するかっちゃん。とっても久しぶりじゃないですか。で、台風18号のおかげで、甲子園球場で広島胴上げしてしまった。って。<laughs> だったね私も広島での胴上げ見たかったんですけどねもうやっぱりねこればっかりはねそっかそっか阪神ファンからしたらちょっときついのかなだよねうん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 そして、えー、ミッキーさん「バスの日だよ」って5年前安室ちゃんのライブ中止を利用して、えー、バスの日乗り 放題切符プ2000円でチュラウミ行ったよってあそうそうそうバスの日でね乗り放題チケットが販売されたりするのでねそういうのをうまく活用できるのもやっぱり本土の方すごいですねはいではでは今週もう一個しか紹介できないかな23日の土曜日、えー、祝日ですねでこの日にですね平成29年度 コザ街中演奏会プロムナードコンサートを今年もこの季節がやってきました。あのツイキャスの皆さんにはフライヤーを少しだけこんな感じで見えますかね。で、街中演奏会がコザミュージックタウン音楽広場1階にて入場無料ですよ皆さん。ぜひ遊びに来てください。で、去年までは毎週末をこう9月から12月までっていう感じで行ってたんですけれども今回は月1の コンサートになっていてまずあの一番近いのだけを紹介しますと23日土曜日オープニングセレモニーが午後2時からです、はい、そしてオーープニニングセレモニーはは市長も来ます司会は私でございます <laughs> <laughs> そしてですね、えー、14時30分からあの演奏会始まるんですがまずは出番は五浦中学校上田中学校 宮里中学校、三里中学校、我が母校。はい。あの、演奏、すっごく楽しいので、そして無料です。ぜひ遊びに来て欲しいなと思います。また同時にですね、この会場では、コにぎわい商品券。こちらも昨年に引き続き販売。今も販売中なんですけれども、この会場でも販売を行います。なんかね、去年よりちょっとバージョンアップしてて、えっとですね、利用期限はまあ、 変わらず年内ということなんですけれどもあの商品券が去年は11枚つづりだったんですけど500円券の12枚つづりで5000円で現在も販売中ですで会場でも販売をします。 で、沖縄商工会議所、そして沖縄市観光物産振興協会、そして商店街交流広場コザボックスで販売中となってますので、去年よりさらにお得になっている商品券もお求めくださいね。そして街中演奏会、9月、10月、11月、12月と楽しい、たくさんの演奏がありますので、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。まずは9月23日の、うん、土曜日の午後2時。 会場でお待ちしててますぜひねね遊びに来てください、ね、はいはで週末さっきあの CM 中にメグと話していたんですが少しだけうちの近所にですねピュアといううーん何て何だったっけ就労支援施設ピュアというところがあるんですがそこでピュア祭りが行われます。それはあの プロムナードコンサートの後の時間からなのでねぜひ、まあ、この流れで遊びに <laughs> 行ってほしいなと思いますよあのおややんさんが司会をなさるそうでまたいろんな満載なのでねいろんなゲームとかね楽しいこと満載なのでぜひ遊びに来てください来てくださいってもう自分が主催者封じだね <laughs>、はい、で,ではではあのメッセージもたくさんいただきました本当に今週もありがとうございましたこの後も FM 講座でお楽しみください きなさおりのトリップステーション。この番組はアジアンダイニングアダニーの提供でお送りしました。また来週笑顔、エゴエでお会いしましょう。アンシェア。また、やったい。